やあ、せつなけいすけだよ。デズボーブリーズ、今回から第2章やっていきたいと思います。前回第1章の謎解きでね、ちょっとね、俺先入観にとらわれとったと思うんですよね。もうストーカーの写真見せられた時点でさ、サナエちゃんが犯人だとね、先入観もとった。だからこそさ、犯人が口を縫い付けた理由っていうのをさ、あまり考えずにっていうか、もう全然考えずに推理したせいでさ、犯人がルイ君っていう可能性を見落としとったというか、もう完全にね、スナイちゃんのことが犯人だと思い込んどったもんな、勝手に。そういう謎解きをしないように、第2章はね、そこを気をつけていきたいと思います。やります。同期の嘘やって。第2章、道家の嘘。ここは？やっと来たな。わあ、アブさん。あれ？俺、どうして俺はバーにいるんだ？あんたは絶望プリズンから戻ってきたんだよ。戻ってきた？そうだ。確か俺は絶望プリズンで気を失って。ああ、ナブユキ君、やっと目を覚ましたんですね。シロ、おせえよ。キスケ君も。シロ、キスケ、お前大丈夫か？全然目を覚まさなかったんだぞ。心配したんですよ。絶望プリズンから戻ってきたんやな。それで記憶は戻ったのか？え、うん、一部だけだけど。一部も一部よ。全然さ、自分のことに関して全くわからんかったもんな。火事にあった人を助けようとして自分も火傷したってぐらいしかわからんかった。全然なんよな。なるほど。一度で全て思い出せるわけではないんですね。っていうか、猫彦のやつがさ、俺の記憶全部持ってるんじゃないの？三人で、っていうか、四人で殴りかかっていけばさ、吐かせることできるんじゃねえぞ。暴力に訴えようぜ、暴力に。そうみたい。そういえば、ルイ君は、どうなったの？彼のことなら心配しなくて大丈夫。本物の彼もこっちに戻ってきていると思うわ。そういえば気になっていたんですが、僕らがドッペルゲンガーを退治する前、ルイ君本人はどこにいたんですか？確かに。ドッペルゲンガーだったもんな、最初から最後まで。ってことはあれか、初めて出てきた時からもうすでにドッペルゲンガーだったんかな。どうなんだろう、そのあたり。本人はドッペルゲンガーが生まれると本人は絶望プリズンに閉じ込められてしまうの。絶望プリズン、牢獄ってことか。あ、牢獄ってそういう意味だった、プリズンってそういう意味だったんかな。なるほど。ってことはやっぱ、第一章ってさ、ルイ君が登場した時にはすでにそのルイ君はドッペルゲンガーだったってことか。そういうこと。まあ簡単に言えば、ドッペルゲンガーと本人が入れ替わって生活するといった感じかしら。あ、ほんまのドッペルゲンガーやな。じゃあ、調整をしている時に見たルイは、すでにドッペルゲンガーの方だったんだな。そうですね。ガチャ。わあ、なんか可愛い子出てきた。わあ、ちょっとなんかおとなしそうな可愛い子出てきた。すいません。ん？あら、いらっしゃい。お、可愛い子じゃん。何この可愛い子。ここでバイトしてる子？わ、俺、こんな可愛い子がおるんだったら、俺もここでバイトしたいんですけど。アブさん、俺雇ってくれませんか？時給500円くらいでいいっす。あ、みんな、やっぱりここにいた？あれ？知り合いな？え、どうして僕たちのこと？まさかお前、ルイ君じゃね？実は、ここで女の子としてバイトしてますみたいな。女の子の格好してバイトしてますみたいな、ルイ君じゃね？この声って、まさかお前、ルイか？そうか、みんなにわからんところでは、女の子としてちゃんと振る舞いよったんじゃ、かわいすぎだろお前。
お前かわいすぎだろう。ちょっと惚れそうになったぞお前。惚れてまうやろうやぞお前。ちょっとダブルエンジンやな。うん、そうだよ。めっちゃ長かったな。でもそんだけびっくりしたって思ってもらえればどうかな。うわ、可愛すぎだろお前。もう一回言うけど可愛すぎだろお前。どっからどう見ても女の子にか見えんし、なんならアイドルレベルやぞお前。こんなアイドルおったらさ、俺アイドル興味ないのに興味持っちゃうからね。矛盾してるな、なんか言ってることが。ドペルゲンガーが浄化され本当の自分をさらけ出した。男の子の格好をしていた頃とは全くの別人だ。実は男の子であるということを忘れてしまうくらいに可愛さに溢れている。レイ君と話すときは少し緊張する。確かに。もう女の子としてのレイ君がで、ルイちゃんって呼んでしまおう。もうルイちゃんって呼んでしまおうぜ。ルイ君って呼ぶのはおかしい。もうここまで来たらルイ君って呼んでしまうとおかしいからルイちゃんって呼びます。はい。そうですね。この子は女の子です。性別なんて気にしてない女の子です。なんていうか、その、少し驚いたと言いますが。普通に女の子だな。マジよ。マジマジの女の子やけんな。私、これからは自分らしく生きていくって決めたの。もう自分のこと私って言ってるからね。決心したんやな。だから、洋服も着たい服を着るんだ。学校もその格好で行くの？うん、うん。最初はいろいろ言えるかもだし、少し不安だけど。いや、ちょっと待って。いや、普通の女の子って学校にそんな服着ていかんと思うよ。女の子でもそれ着ていかんと思うけどな。ファッションがね、もうキャリーパビパビやもん。キャリーパビパビやもん、そのファッションセンスお前。いや、可愛いけどさ。もう本当の自分を隠すのは嫌だから。そっか。あ、いいこと思いつきました。あ、しろお前、もしかしてこの機会にオカルト部に勧誘するんじゃないだろうな。お前それはいいぞお前。ルイ、あー、本当に勧誘しよった。どう答えるんだルイ君。ルイ君って呼んだらダメだ。ルイちゃんだよ。しろ、おい、しろ、ルイちゃんだよ。ルイちゃんと呼んであげなさい。え、いきなりどうしたんだよ、シロ。僕たちと一緒にいれば、不安も少し和らぐんじゃないかなと思って。あ、そうか。その秘密を知っとる人間やけんさ。もう一番最初に受け入れた人間が近くにおったらさ。そうやな。精神的な、和らぐよな。そうかそうか、シロ、お前頭いいな。なるほど。それはいいアイデアだな。可愛い子が部員になるのはテンション上がるし。お前そういうところをさ、結構女の子好きやな。どうでしょう。ありがとう。私オカルト部に入ろうかな。マジでか、入ってくれるん。ってことはこれからの探索ルイちゃん一緒じゃん。うわ、こう言ってんじゃん。おお、これで記念すべき部員4人目ですね。ということでこちらを。これはオカルト部のバッジです。これをつければ、もうオカルト部の仲間ですよ。仲間？これからよろしくお願いしますね、ルイくん。よろしくね、ルイちゃん。みんな、本当にありがとう。わあ、これ心からの笑顔じゃ。ルイくんの頃はさ、これまでさ、こんな笑顔出してこんかったもんな。なんかすごいいつもおどおどした顔で、いつ秘密がバレてもおかしくないから、ちょっと怯えてるような顔だったもんな。ちゃんとした笑顔初めて見るで。ほんまに心からさらけ出せたんやな、本当の自分を。あ、だからそういうタイトルだったんじゃ、今回のこのチャプター。次いきます。だってパート一覧、本当の彼女ってあるもんね。そういう意味だったんやな。次いきます。チャプターなんて、強すぎる仲間意識。ほうほう、ちょっと面白そうなタイトルで。あれから数日が経った。ルイ君は
女の子の姿で生活するようになった女の子でも女の子女の子しすぎなんやけどなでも可愛いからいいよね。髪型ってこんな感じだったんじゃ、ルイ君って。はじめは不安そうにしていたけど、今では堂々としている。そういえば被害者だった翼くんについてたが、すっかり怪我も治って学校生活に戻っていた。しかし不思議なことに、彼は事件に関することは何も覚えていなかった。へードッペルゲン、ルイ君がドッペルゲンガーに化けたんはいいけどさ、翼くんは翼くんだったやん。え、どういうことそれ。ドッペルゲンガーが起こした事件は全部ドッペルゲンガーが消えたら忘れますよみたいな、そんなシステムあんの。ルイ君が自分を好きだったことや、それをばらそうとしていたことも、事件に関する記憶は綺麗に抜け落ちてるみたいだった。わ、じゃあ翼くんの悪いところ全部消えた感じ。でもまだやってるの、裏サイト。これについては理由はよく分かっていないが、猫彦たちによると、これもドッペルゲンガーを退治した影響らしい。うん、退治したら元の明るい日常が戻ってくるような感じなんやな。ある日の朝、おはよう。よう、信行。あ、信行くん、おはようございます。やっと来ましたね。信行くんが来るのを待ってたんですよ。え、なんだ、オカルト部の集金をやめてよ。まだ入部してそんなに経ってないんだから、オカルト部の集金は、お手柔らかにしてくれよ。どうかしたの。ふふふ、これを見てください。ペペペペ、どこでもドア。そう言うと、シロはレポート用紙を取り出した。レポート用紙、すごい、なにこれ、ぎっしり文字が書かれている。タイトルはドッペルゲンガーと絶望プリズンの謎について。あ、自分なりに考察したんじゃ。これどうしたの。いやー、それがですね、もじもじした顔するなお前。絶望プリズンのことがずっと頭から離れなくて、いろいろ自分なりにまとめてみたんですシロ、お前ほんまに心の中からオカルトが大好きなんだな。そうなんだ。それにしてもあれはすごい、本当にすごい体験でしたねそうか、絶望プリズンについて行かれた時はかなり驚きましたよね、キスケくん。え、あー、キスケくん、あ、もしかして驚きすぎて記憶が飛んでしまったんですかそういえばキスケのやつさ、なんか証拠振り返りのパートの時にさ、いろいろ、あ、そうだった、忘れてたわってさあんだけ印象が強かった、監視カメラに誰も映ってない時の情報も忘れとったもんな。割とちょっと記憶抜け落ちやすいタイプなんかな。そんなわけないだろ、ちゃんと覚えてるよ。ですよね、あんな強烈な体験忘れるはずないですよね。ああ、なんかちょっとこれ伏線な気がする。キスケ君がちょっと物忘れが激しいというか、記憶が抜け落ちる体質みたいな、そんな伏線な気がするもん。なんだろうな、これ。はあ、早く次のドペルゲンガーの事件が起きませんかね。あ、それはちょっと不謹慎だぞ、シロ。そうだね、早く次のドペルゲンガーを見つけなくちゃ。そうすれば俺の記憶も。そういえばキスキ君、先ほど先生が職員室に来るように言ってましたよ。え、マジかよ。なんか進路調査票を出してないとかなんとか言ってましたけど。やっべえ、忘れてた。実は僕も忘れてたので一緒に出しに行きましょう。お前もかよなんだろう、お前らがさ進路何にしとうかちょっとすごい気になるな。それでさ、シロのさ進路希望調査をさ第一志望にさ
科学者とかだったらお前ってなるぞお前。オカルトはオカルトはどうしたってなるからなお前。それでは伸びゆきくん、我々は少し職員室に行ってきますね。うん。なんだかんだオカルト部の面倒はともメンバーとも仲良くなってきたな俺。わあお前出てくるなりにかわいいなお前。ちょっとそのミニーマウスがつけてそうなリボンかわいいな。なんなの、東京ディズニーランド行ってきたん。わあおはよう。ルイ君おはよう。ってどうしたの、かなり眠そうだけど寝不足。うん、もう少しもうすぐテストだし遅くまで勉強してたの。もっと早く寝とけばよか。いきなりどうしたお前、うるさいぞ声が。レペゼン宇宙の動画見た？は？何言ってんだお前、レペゼン宇宙ってなんだ。ヒエラルキー高めの女子グループのリーダーの一人、思ったことをすぐ口に出すタイプで、その言葉に傷つけられるのもしばしば、正直苦手なタイプだ。なんて読むこれ、森キンかな、ウサギ、ウサギちゃん。あーなんか思ったことを何も考えずにザバザバ言うタイプなんかな。見た見た、マジ超笑ったよ。あ、この前この子は前も見たな、ローラースケート履いてんのお前、いつもお前いつもローラースケート履いてるじゃん。肘と膝になんかプロテクターつけてるじゃんお前。ローラースケートを履いた小柄な女の子、元気な制服でとにかく明るい、ヒエラルキー高めの女子グループに入っている。あまり変なことは言わないようにしよう。この学校の校則どうなってんだろうな。ローラースケートをやめようよ、ちょっとこけて気化するからやめよう。ボーカルのホエク、超かっこよすだったんだけど。アリスさん、細山アリスさん、ちょっとだけぽっちゃい、ちょっとじゃないな、言っちゃ悪いけどちょっとじゃないな。色黒に濃い迷惑をした、いわゆるギャルだ。最近ハマってるのはタピオク、今時やなお前。ミハなんかなこの子、毎日少なくとも 3つは飲みすぎだろ。明らかにカロリーオーバー。そうだよお前、タピオカなんかツイッターで見たけどさ、めっちゃ砂糖入ってるらしいやん。それ少なくとも3つ割ってさ、それはちょっと砂糖取りすぎやと思うぞお前。うん、今度ゼップでライブあるらしいよ、白川あんちゃん。少し気の強そうな女の子で、おそらくクラスの中心的グループの一員だろう。口調や態度も荒く、少しわがままそうだ。美人なのにもったいない。それあんちゃんからしたらほっとけってくるぞお前、ほっとけってコメントくるぞお前。え、行きたい。女の子はどんどんできる。この子も前クラスでおったな、おどおどした生活の女の子。白川あんとは幼馴染で、いつもあんの後ろにくっついている。教室ではいつもニコニコ笑っている。美香子ちゃん、あーでもこういうさ、いつもニコニコ笑っている女の子がさ、突然さ暴走し始めるっていうかさ、感情爆発して怒り出したらさ怖いよね。すごい偏見だけど。けどさ、こういうニコニコ笑っとる女の子に限ってさ、なんかさ感情爆発するシーンってさ、いろんなアニメであるような気がするよな。この子もそうなんだろうか。あの子たち声が大きいな。まあどこのクロスにもいるヒエラルキー高めのグループかな。ねえねえこれ見て、新しいヘアピン買ったんだけど、かわいくね。あ、ほんとだ、かわいい。ふふ、でしょ。確かにあんたにしてはいいチョイスじゃん。上から目線だな。ねえそれちょっと貸してよ。なに、私に貸すのがそんなに嫌なわけ。そういうわけじゃないけど。
ま、前に貸したイヤリングをまだ返してもらってないな。なんて。え？何細かいこと言ってんの？でも。やだな、返すのが少し遅れてるだけじゃんよ。おい、なんだこのジャイアンみたいな感じ。ジャイアニズムを振りまいてるな、これ。それに、うちら友達なんだし、物をシェアするなんて当たり前だろ。お前は物は俺のもの、俺のものも俺のもの。そうだよね。うちら友達だもんね。それじゃあ、はい、これ。ありがとう、さすがアリス。今夜メルカリで売ろう。優しい。ほら、どう？うさぎちゃん、よく似合ってる。ほんとだ、さすが、うさぎ。マジ？うちもこのヘアピン見たとき、可愛くてビビッときたんだよね。へぇ。ねえ、来週までこのヘアピン私に貸してよ。え、来週？そんなに？ああ、そういうことか。字が強すぎるっていうかさ、もうなんかほんまにジャイアニズム吹かすと感じなんだよな、このウサギちゃん。うちだってまだそんなにつけてないのに。いいじゃん、友達なんだし。うちらの友情はそんなもんですか？これのポッチしかないんですか？別にヘアピンぐらい貸してやればいいじゃん。そうだよアリスちゃん。あれ？なんで味方ってみんなさ、周りのみんなこのウサギちゃんにこんな味方するん？なんだこのウサギちゃんのさ、ウサギちゃんの親はもしかしてこの地区のなんかさ、PTA 取り締まってるの？ PTA のなんかトップなの？なんかウサギちゃんに逆らったらなんか学校からなんか処分されるの？お前らもうやばい顔してるやん。お前もそんなやばい顔してるの？逆らったら後で何言われるかわからない的な感じになってるよ。わかった。まあうちらまっともだしね。サンキュー、相変わらずアリス優しい。何なんだろうこのヒエラルキーの感じは。なんかすごいねあの子たち。も、信行くん、しー、あまり大きな声で言うと彼女たちに聞こえちゃうよ。もし変に思われたら今度は信行くんが目をつけられちゃうかも。目をつけられる？どういうこと？実はあまり大きな声では言えないけど、うん、彼女たちはなんというか少し仲間意識が強すぎるんだよね。はあ行き過ぎた仲間意識な。だからたまに標的を作ってグループみんなでそのもしかしていじめとかし、だから聞こえちゃうってば。ああ、ルイちゃん、そのいちいちその頬をあからめるところかわいいぞお前。ごめん。彼女たちが原因で学校来なくなった子もいるし。そうなの？うん、もう結構長い間学校には来てないみたいなんだ。あと噂で聞いたんだけど、なんか自殺しちゃったらしいの。いきなり重い話になった。そうなあ、あんだけ集団で仲間意識強すぎてさ、誰か標的にしていじめるってさ、そうやな、学校ではさ割とあるいじめのパターン、まあ代表格やな。え、本当？私も人から聞いただけだけど、結構みんな噂してたから信憑性は高いと思うけど。それを先生も見てくれるふりをしているのか。やっぱうさぎちゃんの親って PTA のなんかお偉いさんなんかな。先生も逆らえない的なそんなお偉いさんなのかな。そうなんだ。だから信行くんもあの子たちには気をつけなくちゃダメだからね。うわぁ、そんな可愛い顔をしてない言われたらさ、
はい、気をつけます。ボコボコされたらルイ君にちょっと手当てしてもらいますなりますからね。ルイ君、ルイ君じゃないわ、ルイちゃん、応急手当て頼むよ。そういう時はちょっと僕が気づいてた時は君の太ももに頭を乗せて看病してもらうからね。うん、ありがとう。あ、チャイム鳴ったよ。席に着かなくちゃ。なんかさ、このルイちゃんと一緒に話している時にさ、チャイム鳴ったよってさ、座ったらさ、あの席に着いたらさ、もうなんかギャルゲーのワンシーンみたいな感じがするね。